リンゴの種は赤ちゃんのようです。赤ちゃんはお母さんとお父さんと同じになることはありません。リンゴの種でも同じです。すべての種はユニークであり、リンゴの親とは異なる性格を持っています。それぞれの種は異なる DNA を持っています。もし私たちが ふじを切って種を取り地面に置いたとしたらふじの木ではなく異なる木が成長しますしかしスーパーで同じように見える多くのリンゴがあって同じ味同じ名前を持っています何年も前から人間が接ぎ木をしていますそれは リンゴの木から枝を取り、他のリンゴの木に植え付けることを意味します。その後、同じリンゴは成長を続けます。私たちが食べるリンゴは、実際には自然と産業の産物です。それはちょうどこのペンやあなたの携帯電話、歯ブラシと同じ製品です。 今日、我々は果物や野菜、さらには動物を一層強くコントロールしています。自然と人工物の境界は曖昧になってきています。